ズチャンネルです。今日はですね、ガチャガチャ開封ということでですね、今回はガチャガチャをね、普通によく好きでやるんですけど、それをちょっと今多分見えてると思うんですけど、こちらにね貯めて回していこうかなと思ったんですけど、まさかのここから出てこないっていう、そうサイズがいろいろあるから、ガチャガチャ のカプセルにもね、そうだからちょっとそれが難しいということになりまして、せっかく入れたんですけど回らないということなので、上からね取り出しながらやっていこうかなと思います。それではやっていきましょう。はい、じゃあ上から上げていきたいと思います。世界っていうガチャガチャ炊飯器ですね。じゃあ次こちら3つ目開けていきましょう。人力車、すっげーモンスター入ってる。これすごい。はい、じゃあ次行きましょう。じゃん、なんだこれは、アルミホイル、すごい。これはちゃんと中もなってビリビリってなるようになってんの、すげえな。じゃあ次ガス、ガソリンスタンド、これめっちゃびっくりしたやつ。なんかね、これなんかピンのやつもあったんですよ。でもすごいことにちゃんと3つレギュラー、配属、軽油っていうんですか、それがちゃんとついてるやつに当たったんですよ。洗濯機の何色だこれ、ブルーかな。でまたね、ちゃんとオープンとかしちゃうのよ、これがまたすごいんです。はい、続いていきます。じゃーん、はい、うお、薄焼きのポーチ、これなんだろうね、なんかペンケースとかで使えるのかな。これもちゃんと開いて結構大きめサイズです。はい、じゃあ続いてこちら、動くラーメンです。すんげえ、これはすっげえな。あ、ちゃんと機械で動く、でこのカプセルが器になってるみたいな感じか。はい、続いていきたいと思います。えっちゃりん、あれだ、ガラ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 ってする福引き抽選機、福引き抽選機です。これもまたすっげーな。なるほどね、ちゃんとくる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 、本当に使えるやつですね、これガチのやつですね。はい、続いていきます。あー、懐かしのゲームですね、ポカポンゲーム、ポカポンゲームでした。すげー、これいいな、電子で欲しいな、めちゃくちゃ可愛い。続いてきてみます。合唱という種類のこちらミーアキャットになります。あと他にはサイとかコーギーとか小ヤギとかね、が動物がこう手を合わせて合唱しているっていうフィギュアというかね、そういうグッズになります。はい、続いていきましょう。おっ、あー、ソフトサラダのポーチ、かわいい色。あ、さっきの薄焼きの別バージョンだ。うん、ソフトサラダというさっきよりは全然めちゃくちゃ大きめの、なんかなんだろう、何が入るか、これもう携帯とかも入りそうだし、ちっちゃいなんかメモ帳とかも入りそうですね。はい、いい感じ。はい、
これも使い勝手が良さそうです。はい、続いてこちら、ちょっとミニサイズのごちゃごちゃですね。食べっ子動物のウサギです。めちゃくちゃ好きなのよこれ、私このシリーズの動物たち。このシリーズはキリンとサルとワニ、そしてウサギ、パンダの種類なんですけど、本当にこれ第2弾みたいなのできて、カバ、こっちが第2弾か、前回が第1弾でカバとかそういうのもありました。続いていきます。じっくり銭湯、あ、ゆっくり銭湯だ、ゆっくり銭湯のこちらはどちらさんでしょうか。あ、かわいい猫だ、猫です。猫がゆっくり湯に入ってるやつです。三毛猫ですね。はい、続いてこちらですけど、次はケイレーということで、ケイレーワンコです。ケイレーはフレンチブルドッグ、ダックスフンド、コーギー、柴犬、ラブラドール、レトリバーっていうんですけど、私が言ったのはダックスフンドですね。めちゃくちゃ可愛いんだなこれが。はい、続いていきましょう。いいやつだ。これはですね、芸人さんのアインシュタイン稲田さんの、モチーフにしたこうグッズなんですけど、でこれは人気商品なんですね。本当に一人一回までとか、ほんとガチャガチャ回すのも制限がありますよっていうぐらい大人気だったんですね。はい、続いて、よくさ信号とかでさ、こうほら、お待ちくださいっていう、こうボタンを押すやつあるじゃないですか。その信号がないところとかは、その信号がそれを押したら変わるから、それを押すみたいなやつある。それのキーホルダーです。はい、続いていきましょう。ザ・クーラーっていう、あ、すごいな、これこれはですね、クーラーが使える、あ、これもね、なんとね、色がね、いろいろあるんですよ。アイボリー、ブラウン、アイボリー、ブラウン、あ、一緒だった、アイボリーとブラウンとホワイトです。で、これがホワイトです。はい、続いていきましょう。ニット帽をかぶってるリスという一番非現実的なやつが出ました。でもめちゃくちゃね、意外とサイズ感もでかくてですね、可愛らしい感じです。はい、続いていきますね。これはですね、芝暮らしというガチャガチャなんですけど、紙袋から出られなくなった柴犬ということでですね、一番可愛いんじゃないかな、この顔見てください、この顔潰れちゃってるというね。はい、続いていきます。結構もう少なくなってきてるんでね、ミニチュア陶器コレクションですね。青に光りましたね。めちゃくちゃ可愛い、これめちゃくちゃ、そしてリアルだな。噛みつきアニマルといって、動物が噛みついてる感じのモチーフにしてるやつなんで、全員口が開いてるんですよ。で、サメだったり犬だったり猫だったりワニだったりいいんですけど、私が出たのはカメです。じゃあ続いていきますね。猫のペン置きですね。これはね、最高ですよ。三毛猫とかチャトラとかサバトラとか白猫とか黒猫いるんですけど、私が出たの白猫、可愛すぎる。なんとあっという間にラスト2個になりました。灯油を入れるタンクになります。で、いろいろ、まあこれは色違いだったりとか、ちょっとサイズがちっちゃかったりとか S とかだったりするんですけど、今回はでかいタイプのなんと青が出ました。はい、ラストです。ラスト、つるっぱげのこちらがこれは何に使うのか、はたまた誰が被るのかは、ご想像にお任せしますということではい、ということで終了しました。開封動画、終わったんですけど、皆さんいかがでしたか。皆さん気になるものとかありましたかね。はい、ということで、またね、多分ガチャガチャこれからもどんどんしていくので、もしね、面白いのがあれば、皆さんにこうやって動画配信したりとか、あと皆さんもね、もしなんかどっかショッピングセンターだったりいろんなとこ行った時にガチャガチャ見つけて、なんかこれいいなとか思ったのがあったら、ぜひ私に教えてほしいなと思います。はい、ということで、この動画いいなと思ったらグッドボタン、コメントたくさんよろしくお願いします。それでは今日も見てくれてありがとう。バイバイ。じゃあねー。